さあ、始まりました。知多から巡る唯一推し。今日はですね、先月まではリモート収録だったんですけれども、今日は CAC さんに来ちゃいました。中村祐一、4ヶ月ぶりに半田に来ましたはい、とにかく嬉しいでございます。じゃあ監督、今日は何をするんですか？ちょっとこれを見ていただきたく。真ん中にお尻みたいなハートマークハートマークハートマークです。ハートマークなんですね。はい、まあ、確かにハートマークだ。今日はですね、ちょっとこのハートマークを今から見つけてほしいな。え、あ、このハートマーク、そうです、これあのどっかにあるんで、へー、これちょっと見つけるっていうのはもう今日の唯一推し。めっちゃあるやん。はい、めっちゃ、なんですかこれ、これ一箇所じゃないってこと？これ全部別の場所、合計7箇所に7個はい埋まってます。制限時間6時間以内に6時間以内にはい、全部見つけてください、お願いしますもう一回なんすか、なんすか、制限時間6時間以内に全部見つけてくださいちなみに半田市の面積は約47平方キロメートルで、ちょっと分かんないです。東京ドームの全敷地の1000倍。1000倍？無理無理よそれは。半田市に埋められた7つのハートを探せ。一体ハートはどこに、何のために埋められているのか。知多から巡る唯一推し、スタートです。ちなみに監督、はい、このハートマークどれくらい有名なんですか？半田に住んでる人と、うん、まあ働いてる人50人に聞いてみました。知ってる人、うん、0人。なんでやねんえ、ちゃう、なんかね、これ1枚ずつこう見てるとなんとなくね、ヒントのようなものが映ってたりはするんですよ。これ神社？お寺？お寺か。この写真はここに駐車場。さすがにノーヒントで探すのは無理がありますね。ライフラインを3つ用意しました。1つ目、クイズに答えてヒントをゲット。2つ目、人にハートの場所を尋ねる。3つ目、ゆういちさんがツイッターに質問を投稿、フォロワーの皆さんにネットを使って調べてもらい答えを教えてもらいます。ただし制限時間1時間以内。さあ果たして7つすべて見つけることはできるんでしょうか。とりあえずあれですかね、やっぱりこういうさあハートマークつけるってことはなんとなくこう観光スポット的な場所に一つはあると思うんですよ。なんだろうな、観光スポット。あ、でこれは新見南吉記念館。そこ行こう嘘、独身術の人ですか？メンタリスト？メンタリスト、そのメンタリスト、ハートの場所当てるのにメンタリズム使うっていう。そう、もうこれ今日そうメンタルで行く。あ、メンタルで行く。メンタルで探す。あ、じゃあ南吉記念館行きます？行きましょう。じゃあ今から6時間始めます、ゆういちさん。はい、はい、行きましょう。では10時8分スタートですので、はい、10時8分。10時8分。すごい、俺10月8日生まれやった。お、へえ、おめでとう。よし、行きましょう。あるぞ。いや、6時間ね。でも半田市の人でも知らないんでしょこれ、まあ、それもそれで伝説だよね、うん、都市伝説、うん、これ気になるでしょ普通、ハートを見られても。つけましたね、第一ポイント。こんなとこある？え、この駐車場違うよね。
ないな、ここにはないな。本当ですか、エイチさん。監督ないでしょ、ここ。だって芝生しかないもん。ん？もしかしてあの方かな。あの方が新見南吉さんです。この方が。こんにちは。あ、こんにちは、はい、この新見南吉記念館で働いている職員です。あ、はい、そうなの、職員さん。そうです、堀崎さん。はい、堀崎です。なんかすごいおしゃれですよね。はい、入り口は坂下っていかないと見えなくてすごく分かりにくいんですけど、はいはい、こんな形になってしまったのは理由があります。新見南吉さんっていうとどんな作品があるか知ってます？ゴンギツネ。そうですね、当たった。一番有名なのがゴンギツネです。ゴンギツネ、最初のところをちょっと読みますね。はい、読みますね。昔は、はい、私たちの読んでないじゃん。頭の中にあるので。あ、すごい、はい、さすが。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました、と大体こんな感じで始まるんですね、はい、その中山がまさにあそこなんです。そうなんだ。お話の中に書き込んだ風景が壊れてしまうので、はい、なるべくこの知多半島に昔からあるような地形をそのまま再現して、この記念館はこんな形になっています。今日はどのようなご用件でいらっしゃったんでしょうか？あ、僕たちはですね、このね、はい、地面にハートマークがあるらしいんですよ、はい、それを探しに来たんですけど、はい、でもここら辺にもうないなっていうことが分かったんで。そうですね、そうですね、はい、そうですねって言っちゃいましたね。見たことがないです、ここの辺では。僕もこれ聞いてないですよ。僕聞いてないよね、今ね。聞いてないよね、まあ、聞いてないでしょ。今聞いてないですよね、まあ、今のはセーフでしょ。今ゴンギツネさんが勝手に喋っただけですよね。そうです、そうです。ゴンギツネさんが、ゴンギツネさんが喋っちゃっただけです。はい、大丈夫です。まあこれセーフです、はい、ということでね、僕たちこれを7つもあるんで、はい、7つも、はい、また他の場所を当たってみたいと思います、はい、本当に今日はありがとうございました、堀崎さん。いいえ。ちょっとね、どこに移動すればいいのかわかんないんで、一回クイズお願いします。じゃあ第一問使っちゃいますね、うん、行っちゃいましょう。新見南吉が中学の頃から他界するまでよく使っていた今もある半田の老舗書店は次のうちどれ。いや、もうわかんないよ。え、堀崎さん、堀崎さんもう帰っちゃったし。いない、堀崎さん。はい、黒牛書院1番。残念。なんで、どうしよう、次どうしよう。ライフライン、ライフライン使えず。どこ行こう。とりあえず市役所の方に行きましょう。このやっぱりさ、なんか密集してるところに行きましょうよ。でプラス俺なんか神社とか行きたいです。市役所近くのちょっと神社調べてそこ行きましょうか。はい、そうしましょう。わかりました、じゃあ行きましょう。行きましょう、はい、レッツゴー。鳥居とかがね、見えたりとか、あとこれ、これちょっとヒントになってんじゃないかなと思って、失礼します。